あれ奥行きがない。爪に奥行きがない。爪に奥行きがないぞ、爪に奥行きが。あれもっと爪に豊かさが必要だな。もっと豊かさを。爪に豊かさを。もっと厚みを。僕どこやったらいいんだ。こっち側ちょっと、はい、ちょっと自信がないので、ですか、はい、手伝っていただければ、はい。爪に豊かさが足りてない。これでいいんじゃない？下げてない。おお。手がこんぐらいの大きさになると頭どのぐらい？頭結構でかいですね。でかい。なんでこんな肩幅広い人みたいになってんの？そうやって。こっちのガチャンってする方じゃない方の腕ですよね。ない方の高くないですか。多分ガチャンってする方の手がそんぐらいの手が。じゃあだってもうそっちガチャンの腕にします。ダメだよそこ。忠実にしなきゃ。おちょっと内側に向かって多少太くしたらちょっとだけ絵的に良くなった。はい、すみません、ガチャドさん、脇の下すみません。脇の下失礼します。脇の下失礼します。くすぐってるわけじゃないですよ。くすぐってるわけじゃないですよ。脇の下失礼します。脇の下失礼します。こちょこちょして。脇の下失礼します。脇の下失礼します。こんなもんだろう。スティーブ、どう？なんか違う。今何をしてたんですか。今何をしてた。厚みを持たせてた。厚みを持たせ腕に。もうこれでいいんじゃないですか。これね左足の左足のチキンの美味しいところももう作んでるんです。足の上の肉。これ要するにこれを作らないといけないんですよ、スティーブ。左足の上に。あ、左に？うん。作りましょう。作ってくれ、もらっていいですか？作りましょう。私、上の下げてねの手いくわ。下げてねハンドいくわ。下げてねハンド。あ、やっぱ削っちゃった。頼むよ。何？これ抹茶スポンジですか。抹茶スポンジっぽいよね。抹茶スポンジ。そのしかも間影の部分がなんか小倉みたいな感じになってる。マックね。意外とねこだわりの素材使ってこだわってん素材。素材には定評がある。京都の無地を使用しています。そういう感じ。静岡県産。一回こうなってんだな。よし、まずはじゃあ針金からいこう。私がさっき学んだこと、うん、あれ右側じゃない、左側も影っているんですか。もういいよ。いらない。もういいよ。もういいらしい。あのこんな感じだ。ごめん、あっちの手に比べてだいぶ長いな。この手、手の長さ長い。ちょっと待って、かなり長いわ。なんかいつぞやのマイクロのウサギの耳を思い出します。ああやばいやばいやばい。なんかやばいやばい。ちょっと手長い。手長ガチャドガチャドガチャド。いやー空が突き刺さる太陽。左側面の体を閉じる作業は完了しました。シャでも手としてはこんな感じやな。嘘。あ、そっか、まだあれだ、チキンの肉の部分ないからこんな感じや。爪はそんな下がってるます？ちょっとどちらかというと前傾か。前傾だな。こんな感じや。こんな感じや。真正面から見たらこんな感じです、今のところ。なんかまあいいんじゃない、だいぶ型はできてきた。ちょっと下げてね、上に作るとちょっと悲しい感じになりそうやな。本当は上にしたいけど、ちょっと私気分変えて下げてね作る。下げてね
下げてない、清掃しに行こう。下げてない。頭じゃ、頭の肉付け、じゃあ任せた。ちょっと頭一旦任せた。後でまたあのいらないところをこう切り落とす感じで。うん、そうしよう。彫刻、彫刻ミケランジェロと一緒最初からね、岩の中にあの魂は入ってる。形を作るだけなんだよね、彫刻はね。この作業つらいな。マーミルとか言ってましたよ、ピラミッド作ってる気分だ。どれ、ピラミッド作ってる。なんか頭熱くなってきた。大丈夫かな、ふわっとしてきた。もう今日つらい。まだ20分ですよ。まだ20分ですよ。私はもう2時間やっていますよみたいな。何ですかそれ。あ、やべ、また削っちゃった。危ない。そうやってほら集中力散漫になると。そうだからどんな時でも頑張って。こ、顎色違うな。そこは後で色変えてもらう。大丈夫大丈夫。下げてねんの矢印からまず作った。下げてない、ちょっと透明でいいかな。すげえ、すげえぜ、すげえぜ、すげえぜこれ。よっしゃ、ほら唐突に矢印ができた。おお、それあるだけでかなり下げてね感。ねえ、下げてね感一気に出たよね、はい。よかったよ。これがあるかどうかで下げてね感がもう、うん、全然違いますね。違う。今から一生懸命私下げてね書くわ。よし、今頑張ってね、さを作ってる。さ見てください、これさ。おお、この隙間いらんな。これはど裏側から見てるのか、このさは。こっちから見てます。逆じゃない。逆や。あ、あ、これもダメだ。逆や。あれ、なんで逆？なんで私逆に作ってんの？アインシュタインみたいな。鏡文字をね。一回全部もうダメ、爆発。爆発。TNT。おかしいな、さ。そうだよな、なんでこうなったんだろう。どうしてこうなったんだろう。さ、よし、もう小学生がひらがなを勉強するみたいな。一番大事な顔を私が一人でこんな作ってていいのか。大丈夫大丈夫。今ちょっと顔見てください。どうなってんのこれ。顔やばい、やばい。これダメだ。ちょっとむずい、むずい。ちょっとマメルトンくん、ここぞとばかりにちょっと創作意欲発揮して発揮して、ちょっと私がね、現場監督をちょっと放棄して今作ってますから私。なんかスターゴが色が違うのを再現すればするほどなんかキンバみたいな。一人で受け取るだろう。だいたい私いつも一人で受けてます、ね。いつも一人で受けてどうこれさ。あ、バッチリです。バッチリ、うん、バッチリ、バッチリさ。本当に、この上のこのヒュッていらない？意外といい感じじゃないですか。これいらない？これ。さあ、お、いい感じ。さあ、今度ゲー作ろう。下げてね、これでかいぞ。下げてねの文字だけでもスケール半端ねえぞ。あの向こうのスティーブぐらいの、スティーブの文字ぐらいですか、ね、うん、それぐらいになる。さあ、で、ここから加えますことのゲー、ゲー。
てんてんどうやって作るの？さっき。ほら、さっき。おお。ちょっと上手くないこれ。いる。ちょっとこれ、良くない？かなり良くない？クオリティ高いですね、文字の。ほら。唐突に文字のクオリティ。ほら、さっき。おお。ええやん。ええやん。とてもいいです。とてもいいです。皆様、ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方は、ぜひともこちらのボタンから登録ください。スマホの方は概要欄にリンクがございますので、そちらからどうぞ登録をよろしくお願いいたします。そして、マックス村井アプリが iPhone 版、Android 版両方ございます。この YouTube チャンネルの動画だったりとか、私の日記が非常に見やすいものとなっておりますので、どうぞそちらもダウンロードください。リンクは同じく概要欄にございますので、そちらからどうぞダウンロードで。